せーの、千樹花お届け、足立人図鑑。ありがとうございます。皆さんこんにちは。足立区のキラリと輝く方を学生が紹介する動画サイト、足立人図鑑。本日の案内人は東京未来大学3年の藤巻紗友です。よろしくお願いします。そして、今回紹介するゲストは、はい、足立区で、デザインなどを、こんなデザインなどをやっている株式会社丸山市インターナショナルの能見優子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、能見さんは、あ、デザイナーの方で、先ほど見せたんですけど、すごいいろいろなお仕事をされていて、これ全てデザインされたそうです。はい、そんな能見さんなんですけど、本日は、事務所の方をお借りして、収録しています。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。で、その能見さんなんですけれども、本日は3つのキーワードで、お話しいただきたいと思います。はい、まず1つ目、じゃじゃん、誰でも先生になれる。はい、ということで、誰でも先生になれる、はい、ということで、これはどういうことでしょうか。そもそも、当社は足立区に今いるんですけど、前文京区にいて、で文京区から引っ越してきた時に、足立区に、勤務先が変わったんですけど、足立区にちょっと知り合いがいなかったので、なんとか知り合いを作りたいと思って、きっかけをが足立区広報に載ってたんですね。そこに参加したアートプロジェクトがあって、でそこから派生した団体で、今誰でも先生になれるっていうちょっと任意団体を作っていて、誰でも先生になれるっていうのは、すごくいろんなプロフェッショナルの方が揃っているので、まあ、その方々が講義をしたりとか、まあ、拠点を古民家を使って作って、でそこに人がコミュニケーションを取れるスペースを作っていったりとかっていう団体を作ってるんですよね。だから何でしょうね、すごくプロフェッショナルの人にも会ったきっかけがあったから、こういうことができてるっていうのもあるし、そのアートプロジェクトでいろんな足立区の人に会ったからっていうのも今につながってるっていう感じですかね。はい、いろいろなプロフェッショナルな方との出会いと、はい、いろいろありまして、のみさまはバンドの、あ、はい、その誰でも先生になれるっていう、そのはい、はい、やっちゃい大学、千住やっちゃい、千住やっちゃい大学ということで、はい、大丈夫ですか。はい、はい、こちらのようなコミュニティで活動されてます。はいここでなんか音楽とも触れ合えるということで、はい、なんかいろいろ活動が広がったようで。そうですね、はい、そもそも若い時にバンドをやってまして、その打楽器ドラムやってたんですけど、なんか人前でやりたいなと思っていたんですが、なかなかきっかけがつかめない時に、音楽でいろんな人が関わるプロジェクトに参加することができたので、まあ、そこでなんか人の前で何かができるっていうのもあって、いろいろ今参加してるっていうのも、はい、あります。はい、はい、ありがとうございます。はい、では2つ目のキーワードに移りたいと思います。2つ目は、じゃじゃん、救世主との出会い。はい、はい、ということで、ここ救世主と書きましたが、ま、この救世主こそが今のお仕事をされているきっかけになったと伺いました。はい、はい、そう、私はずっと就職先が印刷業界にいて、で印刷業界のことが割と好きだったんですね。その職人魂みたいなのがあって、はい、でその職人魂がどんどん機械化されていって失われていく中で、印刷業界をなんとかできないかなって自分の中だけでちょっと考えていったところ、ある時セミナーで、当社の社長に会いまして、社長の考え方がすごく心に響いたというかでこの人の元についていったら何かちょっと変えられるかもしれないっていうことを感じて、今の会社に入らせていただいた、
まあ、救世主といえば救世主ですね、はい、いい出会いをされて、はい、でそのおかげで足立区にも来られて、そうですね、はい、足立区に来て、はい、いろんな出会いも、はい、ありまして、はい、まさに救世主、救世主というかすごい出会いをもたらしてくれるすごいいい存在、そうですね、はい、はい、では、次3つ目のキーワードです。じゃじゃん、どうなるかわからない人生、はい、ということでこの言葉には能見様の生き方がそのままこうストレートに表している言葉であると思うんですけれども、うん、どうですかね、はいそう、なんか3年後5年後どうなってるかっていうことを昔からよく聞かれてたんですけど、はい、その若い頃っていうのは一生懸命考えてどうなってるかなっていうふうに思い描いて3年後になってない自分にショックを受けるっていう繰り返しを受けていたんですけど、うんまあ、どうなるかわからない人生っていうのはちょっと極端な話で、まあ、明日どうなるかわからないっていうのはちょっとやばいかもしれないんですけど、1年後に、思い描いてない未来が今こうやって巻き起こっていろんなプロジェクトに参加させてもらったりとかしているので、そういうふうに深く考えず、どうなるかわからないと思っていることによって得られる出会いとか、経験とか、うん、あとは仕事でなんか思いもつかない仕事が舞い込んできたりとか、そういうことにもつながっているので、まあ、私の持論としてどうなるかわからない人生と、もう言い切ってしまおうと最近は思っています。はい、はい、そんな生き方をされているはい、でそんな野見さんの、はい、が思う足立区とは、はい、はい、新しいものを受け入れちゃう下町、はい、はい、そう、足立区はすごく古い町もまだいっぱい残っていて、でその古い町に住まわれている方が新しいものをすごく受け入れてくれる町だと思ってるんですよ、うん、で丸井とかルミネとか新しい、デパートとかができても、そこの方々をこう温かく迎えてくれるっていうのを商店街の方に聞いたんですけどであとはそのアートプロジェクトとかもそうですけど、新しいものに対してその軽減にするきっかけっていうのもちょっとあるんですけど、軽減にしないで自分たちの中でどう楽しめるかみたいなことをすごい考えてくれる人たちがすごいたくさんいて、だからなんかこうね、大学とか電大、未来大、芸大、帝京科学大学、そう4つも大学が戦場にあるっていうこと自体がすごいですし、足立区まだまだなんかね、そういうのを承知してくれそうな感じがするの で、ね、はい、これから何か起こりそうな街だなと思ってますはいはい、はい、あったかい街ですね、はい、はい、ということで、本日のゲストはデザイナーの野見優子さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。